はい、ヤッホー YouTube どうも、直樹です。さて、今日なんですけどね、今日はですね、彼ですね、宇野くんですね、宇野昌磨くんのヘアスタイル解説をいくつかやっていこうと思います。で、宇野くん、多分僕いつもそのフィギュアスケートとか見てて思うんですけど、多分宇野くんは頭四角いです。多分ここ張ってる、かなり張ってると思います。多分、そんなまあバキってもうパッと見てもこいつなんか長方形だなみたいな感じじゃないですけど、ここが張ってると思います、かなり。だからこの髪型結構多いと思います。で、この髪型は基本的にここのトップの部分から前髪のこの部分がすごい量多いじゃないですか。で、それの長さに対して横って短いので、ここはこのトップの部分からね、三角形広めに取ってあげた長さ、黒目の端、目尻の端ぐらいまで広く取ってあげて、結構ある程度広く取ってあげていいと思います。広く取ってあげた部分を、要は四角くなん、四角がここが結構端の部分張ってるんで、結構多めに取りやすいんですよ。で、取って周りはショートっぽく切るんですけど、まあある程度ここの長さは長くする。で、しかも横の辺をある程度結構長めに残してますよね。前髪と横の部分は結構もう目かかるような感じで、こうちょっと この時はこう前髪が短くて横が長いですよね。で、隠してます。これがないと、多分これが横とかと同じように短く切っちゃうと、かなりここが張っちゃうんですよ。張ったりとか四角く見えちゃったりとかするんですけど、そこをカバーするような感じでいつも作ってると思います。で、その残ってるここの部分ね、この部分に対して結構パーマを強めにかけてますね。横とかも多分かけてるけど、多分なじませるぐらいのパーマであって、ここのトップの部分、このね、前髪からこの部分は結構パーマをしっかりかけてたりとか、長さを残したりとかします。ここ短く切っちゃうと、四角く見えちゃうので丸く見せるような感じだったりとか、まあおでこのね、ここの辺も広、おでこが広かったりするとここを消したりとかすることもできます。なので、その辺バランス確認してあげた方がいいと思いますね。宇野くんの結構こういう髪型が多いと思うんですけど、明らかにもうこの辺だけ長さが違うので、多分パッと見分かんないと思うんですけど、女子からするとまあ分かりやすいような感じの髪型してますね、彼は。で、まあ、この時はちょっとまた違った感じだとは思うんですけど、まあ、7-3で分けてるような時ですね。これもまあ前髪長くし、さっきのヘアスタイル、1枚目のヘアスタイルからでもできなくはないんですよ。できなくはないんですけど、長さがちょっと違うので、もうちょっと短くはしてますけど、7-3で分けてあげて、普通に周りは短く切ってあげて、この時も宇野くん、この長方形の部分、例えば僕だったらこっちから分けますけど、こっちから分けた時に、この分け目のところからこの目尻ぐらいまでのところ、この部分、この部分をある程度また残してあげるんですよ。で、こっち分け目のところからこっち短くしてあげて、ここもこの上からこっちを短くしてあげて、で、ここの長さを長くしてあげて、ある程度ここに段をつけてあげる。段をつけてあげることによって、下に分けた時にここにボリュームが出やすいんですよ。ここにボリュームが出やすいと真ん中が立ちやすいので、で、こちら側を流して長めに動かすような感じが多いかなと思います。この時はちょっと男らしさを出したような感じのヘアスタイルですよね。結構前髪も上げてて、可愛いっていう印象よりもちょっとかっこよさを追求してるような感じだと思います。これもそんなにまあ難しくないけど、まあカラーリングも楽しめるヘアスタイルですし、ある程度その宇野くんの場合は、なんだろう、分かりにくいって言ったらおかしいけど、そんなにこうパッと見分かっちゃうような感じの2セクションではないですけど、なじませができるような2セクションで切ってますね。2つに分けてますね、この中と上側で。それが結構ポイントだと思います、宇野くんの場合。そうで、この時もさっきの1枚目と結構似てるんですけど、横を短くして前髪長くしてって感じですけど、この時は結構メッシュが入ってますね。カラーリングちょっと独特だと思うんですけど、全体的には多分7レベルとか8レベルぐらいのナチュラルなカラーリングだと思うんですよ。でも線が入ってることによってハイライトを入れてるって感じですね。全体的にもう横も入ってますけど、全体的にハイライトをちょっとこうピピって入れてもらって、これビューさんに頼んでもらっていいんですけど、全体的にちょっと馴染みまではいけないけど、ちょっと分かるような感じまでハイライトを入れてもらって、ハイライトを入れてもらった後に全体的に7、8レベルぐらいの多分ブラウンとかでいいと思うんですよ。綺麗なブラウンとか入れてもらうとこう陰影ができやすいので、それぐらいはいいと思うんですよ。ブリーチしっかり抜かないとこれぐらい陰影は出ないので。ただこれってやっぱ根元が伸びてきたてきた時とか、結構パーマかけてたりとかすると、結構これぐらいだったら痛みも少ないしやりやすいんですよ。で、日本のカラーリング剤は結構本当に、なんだろう、諸外国と比べて結構
しっかりしてるものだし、ちゃんと規定も守って作られてるので、あの今は本当にダメージも少ない感じだと思うので、これは全然やりやすいかなと思います。まあちょっと余談的に話しました、これも。でこの時なんですけど、この時はちょっとまた長さがある程度長い時かな。でちょっとまたこれも2セクションっぽく来てますよね。これ横をこう跳ねてるような感じになってるじゃないですか。こうちょっと分けてサッサッサッて、でもここの後ろに短いですよね。なのでこの時も、この時はねあんまりやりすぎてないかもしれない。宇野くんの場合はこの8の部分から、8の部分から多分耳上、多分指2本分ぐらいの高さまでグッと来て、なんだ、ここからボンノクバルのちょっと上、このままここを2本ぐらい来たところからそのまま横に来てるような感じかな。で下をある程度長さ残して、横もあのここも短くするんだけども、例えばここをあのね、刈り上げまでは行ってないと思うんだけども、5ミリとか6ミリとかで短くしたら、ここから徐々にこっちに来るにつれてちょっとずつ長くなるように切ってもらった方がいいです。ある程度ここギュッと詰めてあげて長く切ってもらって、耳後ろからはある程度もう長さを残してるような感じなんで、ここから前のところから後ろに向かってグラデーションっぽく切ってるような感じですね、下は。である程度残した後に上の長さを残してくるような感じですね、ある程度長さを、うん。上はもうセンターパートでも筆算でもいいんですけど、普通に長さは長く残して毛先にハイライト入れてもいいかなと思います。この時ちょっと長いね、あんまり切ってない時かな。襟足じゃないや、この上から残ってくるところもこの羽の部分と同じ位置ぐらいまで来てるので、上は上でもう残ってるような感じだと思います、基本的に。でいいと思いますねこれ、うん。あんまり2セクションここまでしっかりしてるのもあんまり見たことないけど、うん、まあこれはこれでいいのかなと思います。でこの時なんかはちょっとまた変わってる感じですよね。あのなんだろう、写真集かなんかの時だったのかな。ちょっと長さがある程度長くて、ちょっとこうちょっとね一つあれだったら、あのなんだろう、ちょっとビジュアル系っぽく写ってるような感じ、写真集かなんかだと思うんですけど、多分これだと思うんですけど、あのまあ普通のショートですね。これはまあ難しくない普通のショート、あの特に何もないっていう感じで、まあ、最後なんであれなんですけど、あの刈り上げもしなくて普通に耳にかかるぐらいの長さで普通に切ってもらって、七三で長さを切ってもらうんですけど、結構あのもともと直毛だと思うんですよね。直毛だったりとか癖がない子だと思うんで、いつもパーマかけてると思うんですけど、この時はパーマかけずにやってるのかな。七三で分けてあげて、襟足もある程度長さを残しながら、で襟足の長さがこれよく見るとリップラインで切られてますよね。ここ間違いないで、あんまりリップラインも長くなりすぎないで、で上が結構これあの七三で分けてナチュラルに切ってますけど、こうツンツン出てますよね、髪の毛が薄くですけど。でこれはあの段をしっかりつけてる証拠なので、段をしっかりつけてあげて、段をつけるんだけどもあまりボリュームを出さないでナチュラルに置いてるって感じですね。でここで段をつけてるんで、襟足が長くなりすぎるとウルフっぽくなって縦長に見えちゃうので、縦長に見えにくくしたい人っていうのはあんまりしない方がいいと思う。だからといって段をつけないで、段をつけないでこれだとマッシュルームっぽくなっちゃう、キノコっぽくなっちゃう、本当に何もないしないような感じなっちゃうので、そこは避けた方がいいと思うので、全体的に段は入れるんだけども、襟足の部分は短くして調節してあげるっていうのが大事だと思いますね、うん。まあなかなかまあ難しくなく、ナチュラルに挑戦しやすいというか、簡単にできやすい髪型だと思うので、まあこの辺も美容師さんと相談しながらやってみるといいと思います。バイバイ。